の献立です。主菜は豚こまといろいろ野菜のチャプチェ、副菜はニラとえのきの酢の物。材料はこちらです。火曜日の献立です。主菜が鮭と長芋の生姜おろし和え、副菜がピリ辛牛ごぼう。材料はこちらです。
水曜日の献立です。主菜は麻婆白菜、そして副菜は人参とベーコンのきんぴらです。
曜日の献立です。主菜は鶏むねのごまかつお衣焼き、そして副菜ブロッコリーとささみのからしマヨあえです。材料はこちら。それでは作っていきましょう。金曜日の献立です。主菜は豚バラもやしの中華蒸し、そして
して副菜、玉ねぎとハムの生姜醤油和えです。材料はこちら。食材を使い切る1週間献立企画なのでまとめて見てみてください。そして概要欄に1週間のまとめた企画の概要が載っております。そちらもぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。次の献立でまたお会いしましょう。バイバイ。